こちらはツールポットと呼ばれる工作機械の重要な部品で、強度、軽さ、耐熱性を兼ね備えています。高い性能を出すために材料の一つに使われているのが、この布を細かく切ったものなんですね。今回はこのツールポットの生産シェア業界ナンバーワンを誇る南砺市の企業を訪ねます。ネッツ、ものづくりのその先へ。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りします。南砺市にある中原化成品工業、直圧成形と呼ばれる工法で工業製品の部品を作っています。主力製品となるのが工作機械マシニングセンターに使われるツールポットです。これまでに2000万本以上の納入実績があり、国の内外で広く使用されています。こちらが中原化成品工業のお作りになっているツールポット、はい、ということなんですが、ちょっと触ってみていいですか。はい、どうぞ。おお、カッチカチなんですね。硬いなという。これは一体どういうふうに使われているものなんでしょうか。はい、マシニングセンターという機械加工をする、装置が機械があるんですけど、はい、装置の刃物を収める鞘の部分に使われています。どのマシニングセンターも、刃物でたくさん取り付くので、その刃物が取り付く分だけこのツールポットっていうのが使われています。もともとはこの鞘の部分は金属で作られていたそうです。このツールポットが樹脂製であることのメリットというのはどういうところなんでしょうか。金属に比べて、樹脂の方が軽いので組み立てがしやすくなったり、その装置の駆動の負荷が小さくなります。で、負荷が小さくなることで機械のモーターを小さくしたりとか、そのコンパクトに機械自体がすることができるっていう、そういったメリットがあります。ツールポットは軽いだけでなく強度もあるのが特徴です。強度を出すために樹脂に混ぜているのが布チップを使って製品を作ってます。ちょっと触ってみていいですか。はい、どうぞ。服屋さんとかその縫製屋さんの方へ行って余った端切れの部分を回収してきて、それを再度こう細かく裁断したものになります。なぜそのようになさるんですか。我々の使用しているプラスチックが熱硬化性プラスチックという、一般のプラスチックとは違うプラスチックを使ってます。その性質をより強くするために布を混ぜるとより強度を増すことができるっていう性質を持たすことができます。ツールポットはどのようにして作られているのか、ものづくりの現場へ。こちらが布チップが入っている材料になります。これをまずこちらの機械で押し固めるっていう工程になります。なんでこのまま使うんじゃなくて、この材料をプレスに入れる前にプレヒーターって呼ばれる電子レンジみたいなもので温めるんですけど、タブレット状にした方が熱の温まり具合が安定する、そういった点があって押し固めるという工程をさせてもらっています。この材料をプレス機に入れ成形します。こちらが作った材料を成形する工程になる工場になります、はい、直圧プレスといわれるプレス機がずらりと並んでるんですが、はい、うちの成形工場が第一工場から第五工場までありまして、約100台のプレスを保持させていただいてます。そんなにあるんですか、はい、そんなにある会社って珍しいんじゃないですか。そうなんですよ、これが珍しくて多分保有台数で言えば国内トップクラスだと思っております。
中原化成品工業が使う直圧式プレス機。仕組みは金型の中に材料を入れ、強い圧力を直接かけ押し固めます。工場にはかけられる圧力が違う様々なタイプのものがあり、中には最大1500トンの圧力がかけられる大型のプレス機もあります。まずはこの材料の目方、計測をするんです、はい、この押し固めたものと、あと押し固める前のものと両方お使いになるんですか？押し固めたあのタブレット状のものだけで成形する場合もあるんですが、複雑な形状により材料を流し込むためにはやはり粉材の方が有利だったりするんで、金型のその隅々まできちっと材料を行き届かせるために。はあ、そういうことなんですね。計量した材料はプレヒーターと呼ばれる機械でおよそ80度に温めてからプレス機の中にある金型に入れます。ほかほかになった材料が、そうなんです、これを実際に金型に投入するっていう、先にこのいわゆる粒状のものを入れていって、そうなんです、粒状のものの方が温まりが固形状のものより悪いんで、最初に溜めている材料を先に入れとく方が材料の全体の温度バランスも良くなるんで。そんなことまで考えてるんですね。これを、おー、ブニューって押し潰されて100トンの圧力をかける、はい、あ、いよいよここからかかるわけですね。およそ10分間100トンの圧力と熱をかけ続けると、あー、出てきましたね、中から。本当複雑な形状が見事に、そうなんですよ、作られてますね。熱と圧力の両方がかかるからこそ出来上がってくる。そうですね、その熱と圧力がこのうちのプラスチックの強さの秘密だと思う。成形されたものは加工機で削り、ネジ穴などを作ります。刃物が上から降りてきて穴を開けてるイメージ、ね、そうですね、ですかね。で、実際に開けたものがこういったものになります。ここだ、ここの穴を今開けてらっしゃるんだ。ですから素早くかつ精度高く仕上げていくっていう装置ですよね。ここで使われている工作加工機マシニングセンターにも中原化成品工業が作るツールポットが使われています。ここに使われています。そういうことですか。つまり納入されて実際稼働してるってことですか。そういうことなんです。この機械を使ってこの部品を作る、そしてまたみたいな、ちょっと感動ですね。ここで作られたものがまた次のものづくりのために戻ってきてるっていう。一つ一つ手作業で丁寧に仕上げることで顧客の信頼につなげています。こうしたものづくりのやりがいですね、どういうふうにお感じになってますか？なかなか普段目にすることのない部品なんですが、世の中にはなくてはならない重要なパーツ部品だと思っておりますので、それを一つ一つ手作業していって、その手作業を若い世代に伝承していく、そこら辺がやりがいでもあり、非常に面白いところでもあると、そういうふうに考えております。続いてはネッツインフォメーション。先月、ネッツトヨタ富山や県内のトヨタグループ4社が開催したトヨタガズーレーシングパーク。モータースポーツや車の魅力を知ってもらおうと2014年から毎年開いていて、今回で10回目の開催です。トヨタラリーチャレンジの SS が見れる他にも、小さいお子様が楽しめるコンテンツがたくさんあります。イベントの一番の目玉がラリーチャレンジの観戦です。ラリーチャレンジは全国で合わせて12戦が行われ、指定された区間のタイムを競う自動車競技です。この日は県内外の90台が参加。コースを高速で走る様子に多くの観客が注目していました。またイベント会場には衝突しても安全な
空気で膨らませたバルーンコースを走る電動カート体験や、障害物のあるコースを SUV で走行するオフロード体験など、合わせて30の体験コンテンツがあり、小さい子どもから大人まで幅広い世代が車の楽しさを体験しました。来てよかったですね。こういう規模でのなかなか見たことないので、すごい楽しかったですね、はい、レーシングカーなんか見たことなかったので、はい、迫力があってすごかったです。こんなに車関連のイベントを楽しめると思ってなかったので楽しかったです。いろんな車、ヤリスとか GR とかあって面白かった。いつも多くのお客様に来ていただいているこのイベントを来年も続けていけるように各社頑張って仕事をしていきたいと思ってます。南砺市にある中原化成品工業、直圧式プレス機を使って工業製品の部品を作っています。主力製品となるツールポットは、これまでに2000万本以上の納入実績があり、国内でトップシェアを誇ります。企業としての今後の展望、どのようにお持ちでいらっしゃいますか？最近では航空業界の部品とかも作らせてもらってて、まだまだこの熱硬化性プラスチックの特徴を生かしたものっていうのはすごい無限大に可能性があると思うので、本当さまざまな分野に挑戦していけたらいいなと思っています。ものづくりのその先へ、そこには情熱、そして夢があふれています。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りしました。